あ、見て。来た。あの者たちが。ごめんね、アスナ。シリカちゃん、リズ、よかった、来てくれたんだね。当たり前でしょ。菊岡さんから連絡をいただいて急いで来ました。リーファとシノンはまだみたいね。うん、2人はオーシャンタートルからログインさせるって菊岡さんが言っていたから少し遅れると思う。同時にログインをさせるために六本木支部じゃなくてオーシャンタートルに向かわせたってことですね。ロ…ポンギ申請後かな。あ、ごめんなさい。アスナ、もしかしてこの人たちが。アスナさん、この声、遅くなりました。お待たせ、アスナ。リーファちゃん、シロモン。それでキリトはどうなの？キリトは今安全な場所で保護しています。みんな聞いて、二人はキリト君のアンダーワールドの友人で、彼女たちもキリト君の回復に必要なの。ユージオです。アリスシンセシスサーティです。キリトのところへ案内します。ついてきてください。お兄ちゃん。大丈夫よ、リーファ。すぐに目を覚ますわ。違うんです、シノンさん。危険な状態のお兄ちゃんを見るなんて、私、すっごく怖かったんです。けど、いざこうして見ると、なんだか不安が薄れてきちゃったというか。まあ気持ちはわかるわ。意識がないというより普段通りのキリトよね。まあ確かにいつもよく寝てるけど。どうかしましたか？いや、外の世界のキリトもこの世界で僕が出会ったキリトも変わらないんだと思ってさ。こっちでもキリトは寝てばっかりだったよ。そういえばカセドラルの外壁にある狭い足場でさえキリトは眠りそうになっていました。キリト君はどんな場所でもキリト君なんだね。まったく危機感がないの、お主ら。アスナよ、キリトを回復させるにはどうすればいいのじゃ？全員でキリト君に触れます。それだけ？そして強く念じる。そうすれば私たちの記憶が流れ込んでキリト君は目覚めるはず。では早速始めるんじゃ。ほれ、全員手を伸ばせ。カーディナルさんも手を出してください。わしは役に立てるとは思えん。キリトと過ごしたのはわずかな間だけじゃからな。共に過ごした時間なら私だって長くはありません。そうですよ、カーディナルさん。あなたはキリトと僕をここまで導いてくれた僕たちにとっての恩人です。つまりカーディナルさんはキリトにとって大切な人だ。だからあなたの記憶もキリトにとって必要なはずです。うん、仕方あるまい。さあキリト、いつまで寝ているつもりじゃ？どうしてなんだキリト、なんで目を覚ましてくれないんだ。人数が足りないというところかな。アスナ、キリトと親しい人間をもっと呼んでは来られないのですか？それは難しいと思う。 STL、 この世界に入るための道具の数には限りがあるの。六本木にある2台は私とリズさんが使っています。オ
ーシャンタートルには4台あるけど、お兄ちゃんとアスナさん、私とシノンさんで全部使っちゃってるし。どうするの、アスナ。キリト君の回復が終わったタイミングで比嘉さんが私に連絡してくるって話だったから。連絡ってどうやって？ STL を介して直接通信できるそうよ。何にせよ待つしかないのね。何もしてあげられないってのはもどかしいわね。何？何やらセントラルカセドラル内が随分と騒がしいようじゃな。アドミニストレーターの死が修道士たちに伝わったのかもしれん。それはありえません。最高司祭様の死は聖号騎士以外には伏せるとおじ様はおっしゃっていました。おそらく暗黒界との戦いに備えたこの絵軍の再編、再訓練のため聖号騎士やこの絵兵たちが動き始めたのかもしれません。みんな聞いて、比嘉さんからの通信が来たから伝えるね。やっぱりキリト君の回復には人数が足りないって。そして必要なのはアンダーワールドでキリト君と関わった人らしいわ。なぜアンダーワールド人が必要なのです？比嘉さん、アンダーワールド人が必要な理由は？はい、確かに。わかりました。キリト君の人格はアンダーワールドの経験によって以前よりも変化、成長しているそうなの。だからアンダーワールドのキリト君をよく知る人物の記憶が必要みたい。アリスさん、ユージオ君、誰か思いつかない？聖号騎士、キリトと戦ったものであれば、あるいは僕が思いつくのはロニエとティーゼ、それからソルティリーナ先輩かな。ユージをすぐに呼んできましょう。うん。比嘉さんが何かを見つけたと。え、はい。誰かがキリト君の魂につながろうとしている。直接触れているわけではないから、あくまでも接続を求めているだけらしいけど、正体がわからないから比嘉さんは接続させていいものか迷っているみたい。一体何者でしょうか？場所はこの建物の一番上。一番上？最上階？でもあそこにはもう誰も。細かい座標はもっと上。最上階の上というのは？上というより最上階の天井付近。天井？まさか。アスナさん、その人をキリトの魂につないでもらって。信頼できる相手なの。その人の名前はアリス・ツーベルク。アリス？私ではありません。私から奪われた記憶です。そして僕とキリトの幼馴染だ。彼女以上にキリトを知っている人間はこの世界にいないよ。わかったわ、比嘉さん。その人、アリス・ツーベルクさんをキリト君と接続してください。ここはどこなんだろう。この場所で俺、キリトという人間は何をすべきなんだ。わからない。キリトという人間が俺には。なら私が教えてあげる。私の知っているキリトはこんなところでおとなしくしている人じゃないわ。
君はアリス。久しぶりね、キリト。なぜ君がここに。あんたがいつまでもうじうじしているから見かねてきたのよ。みんなの声に応える気はないの？どうすればいいかわからないんだ。みんなキリトのことを待っているわ。本当にそうなのかな。俺がいなかったらアリス、君は連れ去られることもなかった。友情に辛い思いをさせることも、もう一人のアリスに苦悩を負わせることも、みんなが求めるキリトは本当に正しい存在なんだろうか。確かにそうかもしれないわね。でもキリトがいたから私は楽しい日々を送れた。友情は強くなれたし、もう一人の私は真実にたどり着いた。あなたのおかげで救われたものもある。正しさなんてどうでもいいの。間違っていても構わない。みんなはただキリトにもう一度会いたいだけ。あなたはどうなの？俺はすべきことじゃなくてしたいことを考えて。そうすればもう一度キリトを取り戻せるはずよ。俺はユージョやアリス、アスナに、みんなに会いたい。そして君にももう一度会いたい。ユージオと、もう一人のアリスと一緒に。それは難しいかもしれないけど、でもキリトに言われると叶うんじゃないかって気がしてくるわ。絶対に叶えてみせる。ようやくキリトらしくなってきたわね。アリス、必ず君を迎えに行く。だから。うん、待ってるね。じゃあね、キリト。行ってらっしゃい。ああ、行ってくれ。大丈夫ですよ、カーディナルさん。キリトはすぐに。違う、セントラルカセドラルの様子じゃ。先ほどおっしゃっていたカセドラルの中が騒がしいという話ですか？そうじゃ。一体これは。なんだあれは。キノン。カーディナル様、何が起きてるかわからん以上、ひとまずセントラルカセドラルから脱出するのじゃ。アスナ、キリトはまだか？接続はされました。もうすぐ目覚めるはずです。アスナさん、ここは危険だ。キリトを運ぼう。うん、分かった。今から大図書室の扉を開く。扉が開いたら一気に走るんじゃ。いつまで待たせるんだい、キリト。いい加減目覚めなさい、キリト君。お願い、戻ってきて。
遅すぎですよ。待たせてごめん、みんな。キリト！キリトくん！よくぞ戻ってきた、キリト。カーディナル、一体何が？説明は後じゃ。今は走れ！なんとか逃げ切れたね。ああ。外はどうなってるんだろう。暗黒怪人の攻撃とは思えんし、まさか。心配かけてごめんな。あんたが周囲に心配かけるのは今に始まったことじゃないわ、シノ。とはいえ回復できて本当によかった。みんながここに来てくれたんだな。本当に良かったです。もうシリカったら。シリカ、リズ。キリトさんは目覚めないし、突然巨大な木の根が襲ってくるしで。キリトはちゃんと目覚めたんだから落ち着きなさいよ、シリカ。改めておかえりなさい、キリトさん。ああ、ただいま。キリト君、アスナ。私たちがいること驚かないんだね。眠っていた時もアスナたちの声は聞こえていたから。そっか、少し大人っぽくなった。こっちに2年以上もいたから当たり前かな。アスナ、ごめん。謝らないで。またこうしてキリト君に会えただけで私は十分だから。うん、ありがとう、アスナ。キリト。長い睡眠でしたね、キリト。友情、アリス。突然倒れたから心配したんだよ。ひょっとしたらもう目覚めないんじゃないかって。私はそこまで悲観していませんでしたよ。あなたは最高司祭様を倒した男なのですから。アリスだってキリトが倒れた時に動揺していたじゃないか。ユージオほどではありません。
どうしたんだよ、ため息なんてついて。決まっておろう。お主が目覚めて安堵したのじゃ。聞かねばわからぬとは鈍感なことよ。それよりキリト、結果としてリアルワールドの住人と会えたのじゃ。コンソールを探した目的は果たさなくてよいのか。それよりあの木は一体何なんだ。まったく、自分のことよりもこの世界のことが心配とはお前らしいが、それについてはまずわしが調査する必要がある。お主は先に連絡を取ればどうじゃ。そうだ、俺は気候家さんと話そうとして。比嘉さんとなら話せるよ。今通信がつながっているから。比嘉さん、キリト君は無事に目覚めました。比嘉さん、どうしたんだ。あの木が現れて慌ただしくなる直前まで通信できていたんだけど、いつの間にか切れちゃったみたい。それは変だな。俺が回復したことも確認できるはずだし、そう簡単に通信手段を断つとは思えない。キリト君と直接話をするために一時的に私との通信を切ったとか。もしくは通信できないような何かがリアルワールドで起きているか。いや、考えすぎかな。何せよこっちから確認する手段もないわけだけど。ちょっと待って、ログアウトはどうすればいいのかしら。外の世界で操作してもらわないとログアウトできないんですよね。強制的にログアウトする方法はあるけど、それはやめた方がいいわね。それじゃあラスの人がログアウトしてくれるまで待機するしかないってこと。ごめん、私がみんなの名前を菊岡さんに伝えたから。アスナが謝ることじゃないわ。事態を知っていたら自分から名乗りを上げていたでしょうし。そうですよ、ありがとうみんな。ではお主らはもうしばらくこの世界に滞在するのじゃな。はい、そうなります。まずは聖号騎士たちを探しませんか。カセドラルにいた人たちの無事も確認したいですし。そうじゃな。しかしその前に一つ確認したいことがある。キリト、一緒に来てくれんか。もちろん。どこへ行くんだ。セントラルカセドラルを覆う木、なるべくあれに近づきたい。危険じゃないですか。それならばわしだけで向かう。皆は聖号騎士たちを探してくれ。いや、俺も行くよ。キリト、俺を連れて行くことに何か意味があるんだろう。ああ、お主ならばおそらく。それじゃあ行こう、カーディナル。